彼女ブレイクスルーサーキャストで、今回なんですけれども、勉強中に音楽を聴くのは愛なのかっていうことについて話させていただきたいと思います。で、今回はですね、僕の経験だと科学的な根拠を述べていきたいと思います。で、まずはね、僕の経験談から話させていただきたいなと思うんですけれども、単刀直入に言って僕は勉強中に音楽を聴くっていうことは一切していなかったです。で、これは僕内の理論があってね、勉強中に音楽を聴くっていうのはしていなかったんですけれども、どういう理論があったかっていうと、例えば一番わかりやすいのが暗記系の科目だと思うんですけれども、暗記系の科目をするときに一番重要なのって、最初の覚えるものがあって、それをインプットすることがすごい重要なわけじゃないですか。っていうか、勉強ってそもそも自分が知らなかった情報を脳に入れることが大事なわけですよね。で、そういったことを考えたときに、やっぱり無駄な情報までインプットしてしまうっていうのは脳にとって無駄でしかないと。で、こんな感じで僕は考えたんで、やっぱり勉強に集中するときには音楽は聴かずにインプットするべき情報にだけ集中するようにしていたっていうのが僕のやり方ですね。で、これについて科学的なデータも調べてみたんですけれども、まあいろいろね、DAIGO さんの放送とか見て参考にさせていただいたんですけれども、科学的な立場から言うと、自然音を除いたあらゆる音楽は記憶力を落としたり集中力を下げる効果があるっていうふうに認められているらしいです。つまりですね、基本的に勉強は無音でやれってことですね。で、とはいえ僕は音楽を聴くようになってから勉強が続くようになったとかいう人もいると思うんですけれども、これもなんでなのかって分かっていて、音楽を聴くこと自体には気分を良くする効果はあるらしいんですよ。だから音楽を聴きながら勉強すると気分が良くなるので、長い間勉強することができるっていう効果あるんですよ。ただですね、実際の記憶の残り方のスピードとかを計測したところ、その速度は格段に下がったらしいんですね。つまりですね、音楽を聴くと長い間勉強はできるのかもしれないけれども、やっぱり集中力が下がってしまって記憶には結びつかないっていう現象が起きてしまうんですね。でも音楽を勉強に役立てる方法っていうのは分かっていて、音楽は勉強中に聴くものじゃなくて、勉強する前に聴くべきものなんですよね。勉強する前に好きな音楽を聴いて気分を良くすることで、よっしゃなんか気分乗ってきたぜ。ちょっと気分いいから勉強してみようかなみたいな、そういうねモチベーションが上がる的な感覚を作ることができるんですよ。だからね、どうしても音楽を勉強に取り入れたいっていう人は、勉強している最中じゃなくて勉強する前に音楽を聴くことを心がけた方がいいと思います。で、後の情報として、まあ基本的には無音がいいと。だから僕の場合とかは一時期は耳栓とかをして勉強していたりしたんですけども、無音の勉強状態だとなんかどうしても集中できないっていう人もいると思うんですよ。それは何が起きているかっていうと、集中しすぎて疲れてしまっているっていうことが起きているらしいんですね。で、こういう風に集中しすぎて集中力が続かないみたいな人もいるらしくて、これを防ぐ方法として自然音を聞くっていうのが有効らしいです。自然音アルファとか YouTube 上で結構あるでしょ。あれを聞きながら勉強すると集中力を上げすぎず下げすぎないっていう効果があるらしくて、集中力が上がりすぎて短時間で疲れてしまうよっていう人を、いい感じの集中力に最適化することができるんですね。だから何か音を聞かないと勉強できないよっていう人は、自然を聞くっていうのも効果的かもしれませんということですね。でも僕が本当にお勧めしたいのは、やっぱり無音で勉強しようぜってことですね。これなんでかっていうと、やっぱりこの動画学生とかよく見てると思うんですけれども、勉強した結果にあるものってやっぱりテストとか試験とか受けなきゃいけないじゃないですか。で、こういうテストとか試験とか受けるときに音楽って聞けないじゃないですか。自然音だとしても聞けないわけですよ。だからこそ試験を見据えて勉強するためにも、普段から無音の状態で勉強することに慣れておくっていうのがすごい重要かなと思います。まあだから勉強の取っかかりとして自然を聞きながら勉強するってもありなんですけれども、だんだんそれに慣れていったら自然を聞かなくても勉強できるような状態に持っていくっていうのが理想の形なんじゃないかなと僕は考えました。はい、というわけでね、今回はね、柄にもなくめちゃくちゃ真面目な回だったんですけれども、ぜひですね、この動画良かったなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。